入れない感じ？何人いる感じ？ちょっとちょっと。皆さんこんにちは、柚月史郎です。はい、今回もフォレストやっていきたいと思います。いや久しぶりのねフォレストでございますよ。最後にやったのがね、セーブデータによるとね1月らしいんですよ。それぐらい前でございますので、ちょっとね思い出しながらやっていきたいと思います。で拠点の方がね、あの何だったかな、海の方に作った、海側の方がね完成したんですよ。雑なね、説明で今回も入っていきますけど、ちょっとここに一回家を作っとこうかな。いやーなんかね、度重なるアップデートでいろいろねアップデートされて仕様が変わったみたいですね。この家とかも一回作っちゃえば前の時とかはね壊れずにずっとあったりしたと思うんですけど、先ほどちょっと寝たんですけど、寝ちゃったらね壊れちゃったんだよね、パリーンとかって言って壊れたので、ちょっとね家もこうこさえながらやっていこう。あ、ハーブや、ありがてえ。でもうなんかねフォレストの方、まあアップデート内容そんなに確認してないんですけど、久しぶりにねやろうとしたらタイトル画面がしっかりとしたものになっておりました。なんか前まで結構ね突貫工事みたいな感じでね雑にこう作ってあったりしてたんですけど、なんかもう製品版がね近いのか、ちゃんとしたねタイトル、タイトル画面にねなっておりました。いやー、いつなんだろうな、タイトルっていうか正式なのがね、出る。確かプレステ4とかでも出るんだったかな、 Xbox とかさ、プレステ4とかね。まあまあ私はねこの PC 版の方をねちまちまやっていきたいと思いますよ。いやもう本当に久しぶりで、今回のねやっていく計画なんですけど、このね原住民のこの町をね占拠したいと思う。町っていうか、まあちょっとした集落なんだけど、ここをねちょっと占拠していきたいと思いますよ。そしてね今ちょっと丸太をこう運ぶために、丸太運びのやつと、あと家セーブできるね家の方をちょっと今作ろうとしております。ちょっと棒切れくれんか、棒切れ。よし、これぐらいでどうだろう。まず家を作って、あいつらに攻められた時のね逃げ場所を作っておこう。セーブして読み込めばね原住民の方々がこう消えると思うので、まずはセーブできるところ、そしてこの丸太を運ぶねソリみたいなのを作ろうか。まあ基本的だよね、やっぱり最初にね物資をこう簡単に運べる、ものを作って、こうチャチャチャと建設進めていく方向でいきましょうか。なんて言ったって一人でプレイしてるからね。まあねマルチとかもねできるんですけど、まあ私はね一人でやっていきたいと思いますよ。一人だとね怖かったりするんだけどね。原住民に捕まった時の恐怖といったらもうねそんじょそこらのもんじゃない。とんでもなく怖い。なんか今キーンって、気のせいだと言ってくれ。これどうやって運んだかな。あ、こうだこうやってさキューン言うとるんだけど、どっから声がするんだ、不気味すぎるんだが。あー、これあれだろう、やべえやついんじゃねえ近くに。声のバグなのかな、声のバグだったらいいんだけどさ。いやー、こういうのやめてもらいたいな。まあいいや、とりあえず近いで怖い。ちょっとライター邪魔、ちょっとライター、あ、そっか、ライターでつけるんだ。あ、この仕様も変わったのね。よいしょっと、とりあえず投げといて、1本くらいこちょろっと倒してさ。わあ、すごいスレディングしてるわ。まあまあいい、まあいい、こういこう、あっちあっちや。おお、すげえ倒れたなこれ。怖いな、声が怖い、一人だからねめっちゃ怖いわ。さてと、これをこうちょっと集めまして、ちゃんちゃんとこうね置かせていただきたい。C で置くと、ここら辺は一緒だね。いや本当にね1月ぶりぐらいなんでね、ちょっと操作の方をね忘れておったりしておりました。始まるね5分前ぐらいにちょっと操作を確認したりとかも、ね、しておりましたよ。
皆さんもねどうでしょうか、フォレストをねやってる方いますでしょうか。もしあのアドバイスなどありましたらねコメントの方をしていただけるとね非常に嬉しいです。うん、いつもねフォレストやると恐怖と戦ってるんだ。うん、私ねチキンなのにさこんなゲームやっちゃってると本当に怖くてね、あやだやだやだ、これちょっと待って、おいあ薬草、おいあいついるやんか、おいこっちにもいる、ふざけんじゃね、怖い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 、おいまず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 い、逃げろ逃げろ逃げろ、あぶねえ、救急救急さ近くなんか行ってあと思ったんだ、これちょっと読み込み直すべ、読み込み直そう、スーパー、うん、こっちの方がね見えやすいので、こっちにしまして、でさせっかく運んだ丸太も消えちゃったんじゃないかな、なくなっちゃったなくなっちゃった感じするんだけどね、セーブ読み直したら、ああったあった、ここに置いてた丸太だけはあったな、まあいいや、じゃあ運ぼう運ぼう、ちぇまさかねもうこんなとこに変異体が来てるとは思わなかったな、ちけえよ怖いわ、そうそう、あとここにさちょっと扉の方もこさえとこう、うん、やつらがね入ってこれんようにしておきましょうかね、いやほんと怖い、あいつらの声が怖い、あさ肉干し場もちょっとね設置するだけしとこうかな、肉干し場はねここら辺に置いとこうかな、よいしょ、でだな、そうそうドアドア、これじゃないんだ目的は、ドアが欲しかったから、いやもうすぐさこんなうちに立てちまうのがね得策や、あらカラスの声なんてあったっけ、前からあったかなカラスの声、よいしょっとくりくりとこう回してさ、ちょっと回しすぎたかな、ここら辺でこうさ、なんか足りねえな、まあまあいいのかな、なんかこんな感じでどうかね、はっとこちら、あとはもうちょっとこれね、あのここ横ちゅら辺とかこれ埋めといた方がいいんじゃないか、横ちゅら辺、ああ上になっちゃうか、なんか隙間ありそうだけどな、ああまあまあ大体 OK か、うん大体 OK 大体 OK、ここ、ま、窓付きの、ちょっと外覗けるタイプ、よいしょっと、こういう感じでね立てましょうか、よいしょ、まず真ん中の扉ですわ、いやーもう本当に変異体だけはね勘弁してくださいって感じですわ、チキンなんでね、さてと運んでいこうか、コリコリコリっとこれで、まずこのね自分地を確保したら、まずはちょっと囲まないといけないね家の近くを、でここら辺でこうちょっと農作業する形でいきましょうかね、うんそこら辺に投げようかなダイナマイト、パチ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 と、ライターつけて行くぜ、なんかずっと持ってたらすぐ爆発しそうで怖いんだよ、アイテムでちょっとこれね持ち替えまして、こっちの方こっちの方、そう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 いい感じいい感じ、よいしょっと、さてと、あいつがいるやん、ちょっとあいつがいるやん、トカゲがいるわ、あーどっか行っちゃったトカゲ、トカゲ欲しかったな、トカゲのさ皮とか欲しかったな、あーそうだ食事もこれちゃんとねできるようにしとかんというかな、あの食べ物をさ干す肉干し場、そうださっき土台だけ立てたから、あちょっと後でこさえとかんというかな、これあんまり倒れてないかな丸太、こちらでこちょっと、あーと向こうかな、なんか向こうになんかなかったか今気のせいか、んなんだあれ、あえなんだこの丸太、あれ誰かがなんかこうキャンプファイヤーした跡みたいなのが見えるんだが、何これ、えあれかな、なんか罠とかのが壊れた感じなのかしらね、これそういう感じのこととかもねあるんでしょうかね、まあいいまあいい、早いところあの作っちゃわないとまた原住民来たらさ読み込み直しとかになっちゃうから、もう丸太倒れてないかな、向こう側にもね倒れてそうな気がするんだが、おい丸太あるか怖いからね、あの一人じゃ怖いから、一人じゃ怖いからね本当に、これぐらいかな、
あと1本ぐらいあった、あった、そこだそこだ、よっしょ。あとこれで、OK でしょうか。ちゃっちゃとやっていきますよ。仕事はね早く終わらせたい、うん、あのもう、あ、びっくりさせんな。なんか鹿とか歩いてるのもさ、原住民かなとかって言ってさ、ちょっと警戒しがちだわ。これで向こうや、急げや。結構ね、あの同時操作するの難しいな。引っかかってんだよ。よいしょ、こっち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 非常に不慣れな感じでね、久しぶりにフォレストやっております。うん、1月ぶりでございます。よいしょっと、これで、ちょっとね、お家の方ね、こさえさせていただきましょう。あ、原住民来てる。ちょっと待って、囲っといて、怖いわ。囲っといてよかった。こういうことがあるから本当に怖いよ。装備しとこうっと。ね、この武器強くしてたんだったかな。どうだ、もう強化できんか。できない感じだな、これ。これで行くしかねえかな。仕方ねえな。大丈夫、どんな感じ、外どんな感じ、入れない感じ、何人いる感じ。うん、ちょっと、おい、どこ行け。家ごと壊されるわ、家ごと壊されるわ。おい、ちくちょ、来んじゃねえ。いざって時の愛、いざって時の愛、いや本当に危ねえ。おい、来んじゃねえ。血まみれになってんの。あれ、なんか毎年は変わってる。あ、まあこんなの。あ、やべ、怖い怖い怖い。ちょっとスタミナとかね、回復してこう、ドリンク飲んで。これ いつでもね、あの回収できますから。やべやべ、べべべべべべべ、どういった、後ろや、真後ろや、おれい。やべえな、おい、ダメージやべえぞ。おい、ダメージ。ふざけんじゃねえよ。やばい。怖いな。怖いな。この薬作っとこうと。食べて、これ、この薬いっぱい作っとかんというか、これまずいわ。こんなに、あれ、タフめな感じだった、これ。めっちゃ強く、なっておりますけど。いや、まあ、私がもう裸同然みたいな感じでね、そこら辺歩いてたりするから、まあ、そのせいもあるのかな。戦いに備えまして、たくさんね、こさえさせていただきますよ、これ。大量にこさえます。なんかまとめてとかできない？まとめて、あ、置けない感じ？よいしょ。まあ一個ずつって感じかな、やっぱりこれ基本ですかね。あ、もう作れない系ですか。やべやべやべ。こいつ。スタンドアウェイってことを知らんのか？こ、そうだよ。ガードがあったんや。おい、来てみよう。いってえな、おい、ちくしょう。ふざけやがって。おら！くれ！死にさらせ。怖い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 。たった2人でこれ、たったやったか。ちょっと、薬も飲んどこう。うん、よいしょ。いや、マジかマジか、この強さ、とんでもなく強えやん、これ。やべえな、この強さ。だってさ、普通の原住民でしょこれ。肉ちょっと修理もしないといけないんじゃない。ガンガンさ、あの切っちゃったけど、よかった。またキーキー声してんな。あいつらいるんじゃねえか、近く。怖えな、おい、絶対近くにあれいるわ。ちょっとセーブしとこうっと。まめにセーブさせていただきたいと思います。いや、もう本当に怖い。うん、久しぶりって、こういう感じだったんだね。道理でフォレストそんなにやらんわけや。怖いからやりたくないんや、きっと。うん、それや、それにつきますわ。これね、見てる方にはね、こう伝わりづらいかもしれんけど、非常にフォレストに一人でやってると怖い。まあ、慣れればいい問題かもしれんな、これ。ついでにこの物資の方もちょっとあさってっか。なんか使っちったな、これ。ハーブも取らんといかんし、ドリンク系。あら？入ってないんだが、ドリンク。あったあったあった。
びっくりした、もうなくなっちゃったかと思ったドリンク。あるよね、キーキーってな。あそこ歩いてるわ。これさ、こんなさ丸裸みたいな状態でやれるのかな。あでもあっち行ってるわ。ここでも歩いてない、これ近くない、大丈夫系、これ絶対大丈夫じゃない系だよね。うん、炎持った原住民や、ファイヤー、近いな。あいつ意外とあれで俊敏や。やべえぞ、声近くねえか。ちょっと待って。あれ横的？横的？どこ行った？あ、挨拶の感じ？いやこれちょっと読み込み直すかな？ちょっとね、やっぱりこうチキンプレイヤーには読み込み直しがね大事です。いやー本当ね、原住民が結構ね。前からそうだったのかな、あんまりここのね村に立ち寄ったことなかったからね、あの武士取りにね来てだいたい逃げるぐらいしかしたことなかったからあれなんですけど、いや結構湧くね。まあいいや、とりあえずね、建築進めていこう、うん、やっていこう。さ、火を灯しまして、パッと投げる、そして下がる。ちょっとね武器をこっちに変えて、はっ、このソリでね近づいていきたい。こんなもんかな、どうかな、たくさん取れるかな。いやー本当に敵がね結構おるんで、あのすっげえまめにねセーブしながら敵が来ない感じでねやっております。うん、チキンなんでね。本当にあの敵もタフでさ、結構ね薬使わされるんだよ。あそことかも行かないとな、あの飛行機のところも行って薬とか取ってきてもいいかもしれないね。なんかハーブ、うん、ハーブでこうちょっと作っとったけど、あの回復しとったけど、まあね薬の方がいいのかな。あ、これでいっぱいか。もう一個ぐらいソリ置いといてもいいかもな。B ブック、 B のブック、そしてソリ、ソリ丸太ソリ、違う、それ違う、B でこれかな、ログシェルダー、これや。全然ね木が足りんかった、木足りんかった。これ枝っころくれ、枝っころ。いや本当にね、あのフォレストの方全然ね、もうパート20ぐらいになってるかもしれないんですけど、いつもね全然できてないんですよ。大体ね何もできてないので、今回ぐらいはねあのちゃんとしたのねしたいなーなんていう感じですわ。G でドロップと。いや久しぶりだからね、こうちょっとだけでもね建築の方進めたいんだが、いかんせんね、原住民の方がねすぐにわーって来ちゃうからね、怖くてね。うん、まあねずっとやってればそのうち怖くなくなるのかもしれん。うん、あとね久しぶりにあのヒットアンダーウェイをねやりました。私ここら辺か。うん、いやヒットアンダーウェイでちょっとずつねやつらの体力削っていくっていうのも大事だったかもしれん。久しぶりに思い出した。うん、そんな感じのフォレストでございます。約3か2ヶ月半くらいかな、もういるんだが原住民がね。ちょっと早いところ丸太をこれ置いてあげないといかんな、丸太フォルダーにこれ置いてあげないと、ロードするとすぐね丸太が消えちゃうから、急げや、時間との勝負や。これも時間との勝負や、フォレストシングルプレイヤー時間との勝負や。いやもうあの昔からねフォレストやってる方にしたらね、こんなのね大したことじゃないかもしれんけどね、私にしたらね一大事なんですよこれ。よしよし、できた。じゃあ丸太運んじゃおう、丸太急げ。こっちに運んできた方が早いかな、どうだろう。ちょっとこれ運ぶか向こうに。でもなんか現状に気づいてないっぽいな。今のうちや。よいしょっと。本当に怖い。これがねあまりフォレストをやってない実況でございます。本当にフォレスト実況怖い。さてと早いとこちょっとこの丸太をね向こう岸に運んで早くさ、あの立てないといけないんじゃない。これすぐいっぱいになっちゃうな、これと、あと1本ぐらい本数は、あちょっと増えた、そうでもないか。まあ、もう一個なんかログフォルダ作ってもいいな、これ。
3つや4つぐらいなんか置いといてもええかもしれんこれ。ええかもしれんこれ。ええぞええぞ。置いとこう置いとこう。まあ、こうなったらたくさん置いとこう。いつやつらが来てね、またやられるかわからんから、本当に丸太が消えるとね、遠くまで取りに行かないといけないから、それだけはね、ご勘弁。何とぞご勘弁くだせ。早く、早く早く。建築進めよ。建築のね、前段階ではありますけどね、これ。うん、全然足りないんだよ丸太が。もうあと1回ぐらい取りに行かないとな。あっと、さてと、ここら辺、あ、いっぱいあるね。なんかもう少し夜になりそうだな。寝ないといけないな、これ。1日って早いよね。いや、ほんと1日って早いでございますよ。私なんかね、今朝朝っぱら、多分すごい早い時間だったと思うんだけど、雨の音でね、めっちゃうるさくて起きまして、うるせえってなってね、なんやなんやって、まだ寝たいんやってね、なっておりましたよ、私。皆さんね、しっかりと睡眠とっておりますでしょうか。たまにね、フォレストの動画にもね、入るんですけど、シロさんの声を聞くと寝てしまいますっていうね。まあ、ベルクラさんのね、フォレスト実況の方でもね、よくあるコメントですね。いや、私の方でもね、皆さんこう安眠していただけるんだったら幸いですよ。眠れない夜にはね、こちら作業用 BGM みたいな感じでね、こんな流して寝ていただけると幸いかと思いますよ。こんなもんか、マルタ。もうねえか。ちょっと暗くなってきたな、本当に。あと1本ぐらいか。これぐらいだな。じゃあ早いとこ運ばないとな。お、こんぐらいかな。肉干しバモコちょっと作りたかったんだけど、よいしょっと。まあこんなもんかな。とりあえずこれ運ぼう。ゆるゆるした感じで建築進めておりますよ。ちゃーっとこれ急げや急げや。とりあえず少しずつでもいいから、こっちじゃないこっちじゃないこっちこっち、少しでもいいからこう建築ね進めていきたい。これでまずこっちか、こっちは。あんまりこっち囲かこっちゃうとね、良くないかな。どうだろう、9本必要か。結構必要だな。足りないぞ、足りないわ。で、この丸太じゃない、肉干し場。暗くなってきてるし、向こうに原住民いるな。いや、怖い怖い怖いな。ちょっと、基板はいっぱいか。夜になったらライター。あ、トカゲ。逃げちゃった。もう仕方ねえな。ちょっとアイテムだけさ回収してもう一回復活しようかな。怖いからな。来てる。普通に歩いてる。一匹か。一匹ぐらいだったらやるで。おい、叫ぶんじゃねえ。近所迷惑。ご近所さんに迷惑かかるやん。あ、ちょっと私のシーランチが荒ぶるんでちょっと終了しとこう。薬もね、ちょっと飲みまして、ドリンクドリンクと。うまーいって。え、やべ、女もいる。二人ぐらいいる。囲まれる。こんなとこで死にたく、こんなとこで死にたくない。やべ、ちょっとここに楽園を作るのはほんと大変だな。作れるかななんてね、軽い気持ちだったけど。あぶあぶ、あぶね。ちょっとセーブ。どうしたもんかな、これ。読み込み直すかな、ここがおとなしく。